ジョバンニ・ピッキジョバンニ・ピッキは、バロック初期に活躍した、イタリアの作曲家兼オルガン、鍵盤楽器、リュート奏者。ベネツィア学派の後継者にあたり、当時ちょうど登場しつつあったソナタや、カンツオーナなどの器楽曲の様式の発達と、多様化に影響を与えた。また、同時代のベネツィアの作曲家の中で、唯一チェンバロのための仏曲が残されている。 ピッキの生涯の前半はほとんど知られていない。少年は1643年5月17日の死亡記録に71歳であったとあるところから逆算して1571年か72年と考えられる。彼について触れている最初の文献資料は珍しいことに絵画であり、ファブリティオ・カローゾの1600年出版の武闘教本の表紙に リュート奏者とししてて登場している1607年2月以前のどこかの時点で、ベネツィアのフラーリ教会にオルガン奏者として雇われ、1623年以降、没年まで、ベネツィアで最も特権的であり裕福であった、信者会、三六個信者会の教会でもオルガン奏者を務めた。1624年、サンマルコ寺院の辞席オルガン奏者に応募したが、 実際に選ばれたのは、ジョバンニ・ピエトロ・ベルティであった。ピッキは、クラウディオ・モンテ・ベルディより4年遅れで生まれ、6ヶ月前に没しており、ほぼ同時代に活躍したと言える。ピッキの作品のうち、今日に伝わるものは主に器楽曲である。チェンバロ用のトッカータが、フィッツ・ウィリアム・バージナル・ブックに1曲含まれている。また、トリノのある写本に3曲のパッサメッツが残されるほか、 1619年に、チェンバロ用の部局集、チェンバロ用部局のタブラチュアフを出版し、また1625年に19局のカンツオーナを載せた、奇学のためのカンツオーナ集を出版している。彼のチェンバロ用部局は3種に分類できる。すなわち、三拍子の部局、三拍子の部局とサルタレロを組み合わせたもの、そしてバスオースティナートを用いたものである。 バッソースティナートを用いる作品の大半はパッサメッツォである。簡単なにおいては、いくつかの重要な器楽曲形式の文化、発達に貢献しており、その中には、後のコンチェルト形式の座えとなるようなものも見える。特に、ピッキは、コンチェルティーのリトルネット、カデンツァを、はっきりと使い分け、ジョバンニガブリエーリの世代に形成された様式を、発展させていった。 コンチェルティの部分は彼の書いたものの中でも特に独創的であり、アルカンジェロ・コレッリなどの中期バロックの作曲家たちの作品を先取りするものといえよう。また、変奏形式やエコー効果もすでに用いているし、譜面上にバイオリン、ファーゴット、リコーダーやトロンボーンなどの楽器指定も行っている。ピッキは、カンツオナと、ソナタを同儀に用いているようで、送付に、 肝臓など記してある作品も、パートフには、そなたと書かれている場合がある。17世紀初頭段階では、これらの形式の文化は始まっていたばかりだったと言えるだろう。ありがとうございます。